ジョセフ・サビン、ジョセフ・サビンは、イギリスの法律家、博物学者である。ロンドン園芸協会の事務局長や、ロンドン動物協会の会計係を務めた。イギリス、ハートフォードシャー州のテウィンにアングロアイリッシュの名家に、生まれた。弟に、法律協会の会長となるエドワード・サビンがいる。法律家として働き、税務の監視官として働いた。博物学、 特に植物学、鳥類学に興味を持ち、ロンドン園芸協会の初期のメンバーであり、1816年から1830年まで事務局長を務め、この間、園芸協会は、チジックガーデンを開き、デイビッド・ダグラスらのプラントハンターを世界に派遣した。起用、多くの栽培植物に関する論文を執筆した。ロンドン動物協会の会計係も務めた。 弟の天文学者、エドワード・サビンは、ジョン・ロスの率いた北極探検の隊員となり、捕獲した首輪カモメの標本をジョセフに送り、ジョセフ・サビンはこれに、シェマ・サビーニと命名し記載した。1799年に、王立協会のフェローに選ばれ、1798年に、リンネ協会のフェローにも選ばれた。サビーヌは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョセフサビンを示すのに使われる。ありがとうございます。